めっちゃさ可愛いんだけど、サンリオの仕様になっててめっちゃ可愛いだね。メイクをねしようと思う。足集めしてくれありがとう。あ、クロミちゃん、プリン、シナモン。これってさ、そのさ、このイベント出るって決める前にさ、サンリオのやつイベントしたいってね思ってたのよね。でもこれはこの TGC のイベントやってるからさ、できないのかなって思ったけどさ、なんかできそうな感じなのかな。お願いします。まだメイクをしていないんですけど、早くメイクをします。サンリオのはね、なんかあのポイントが、あのそのサンリオのギフトでポイントが溜まっていくんですけど、それでクロミとシナモンとプリンがあって、そのどれかが例えばそのポイントここまでっていうの決まってるとこに行ったら、なんかアバターもらえたり、なんかもらえたりするみたいなやつ。メニューのチャレンジにサンリオの無料ギフトがあります。あ、本当？無料ギフトあるみたいなので、ぜひあのよかったら無料のやつぜひ使ってみてください。いやでもね、それをイベントやるってなったら、シナモンとクロミどっちにしようってすごくね迷ってたんですよ。だからさ、そのどっちかを投げてもらったら、多分どっちかになるじゃないですか、こう僅差で。だからそれで皆さんに決めてもらうみたいな。ありがとう、みんなお昼来てくれて。あんにょん、あんにょん、あにゃせよ。とりあえずリップを塗ろうと。そうそう、買った方、クロミかシナモンですごく悩んでたんですよ。そのイベントやろうかなって迷ってる時に、朝よりはむくんでない？メガネしてないからかな。キアオッパはそう。バー。オッパだろ。ネイルしてきた。おー、見たい。めっちゃ見たい。みさき割った。カエル、カエルじゃないカエルとか言って、ケロケロケロッピもあるんだ、かわいい。アバターもらえるみたいだからさ、パステルブルーに しました。明日見せる。そうや、明日見れるね、楽しい。ケロケロケロッピもある。こんにちは。ちょっと眉毛描こう。
眉毛がさ一番さ大事だと思う。思わない？こんにちは、こんにちは。美咲は全然むくんでない。本当美咲ポゴ、あ違う違う、ポゴシポソヨなどなど、ポゴシポソヨキープだあのね、簡単なやつしかね読めないわけだからね、ぜひ簡単なやつを書いてください。あ、ひんよさん、くまたわありがとう。あ、みんなサンリオの投げてくれてる、ありがとう。けんちゃなよ。うん、けんちゃな。なんかさ、今さっきコンタクト入れたんだけどさ、若干痛い。こっちだけ。ちょっとだけか。でもね、眉毛難しいのよね。目悪い、悪いです。今 3.75 を使ってますふん韓国語が上手な美咲ちゃん。上手じゃないですね。本当に初歩的なものしかわからないという。上手になりたいです。ゆんちゃん、やっほー、やっほー。ミルクタッチと昨日の教えてくれたリップ9点で買うことにした。おお、揃いにしましょう。みんなで、みんなでミルクタッチを揃う韓国語上手になって、え、嬉しい。眉毛描いたら変かな。なんかちょっと難しい、マジで。変になったかも。眉毛描かない方が良かったかも、逆に。こんにちは、こんにちは。嬉しい。なんか毎日悩む。いや、うん、悩む。クマ隠しどこのコンシーラーがいいですか。私が使ってるのはこのコンシーラー。めっちゃ萌え。もうビビちゃんに韓国語教えてとお願いしたら、ビビアン韓国語できるの教えてもらおう。これなんてどんな発音とか。さっき一風満よ。ファンデしない派、コンシーラーと下地だけかな。こうやって眉毛を薄くする。薄くなった。薄くなった。
コンシーラー、このダセムの緑のコンシーラー使ってる。こんにちは、こんにちは、こんにちは。メイクするか迷う。お肌しなくていいかな。メイクってなんか嫌だね。眉毛だけでいい。マスカラとか昔あの初期の頃もう嫌いすぎて、なんかベタベタするじゃん。嫌いすぎてやってない時ばっかしでした。2週と5週間と完了、カウント終了、ありがとう。スピンでも可愛いよ、ありがとう。メイクね、あのね、やっぱりこう肌に塗るからさ、肌が息してない感じがするの。元から眉毛少ないです。あ、割と薄い方、割と。ミルンさん頑張ってください。え、本物のビビアンこれ。そうなんだ、カチコチになるのかと思った。カチコチ、あ、確かに。あのちょっとさ、何かをこう粘土みたいなものをさ乗せられてるような感じになる。あ、ビビビビですって書いて、本物か。ビビアン、本物のアイコンですね、ビビって書いてある。ありがとう、見に来てくれて。すごく寝起きの声。ビビアンとはね、神戸コレクションのイベント一緒に頑張った仲なので。ビビアンって韓国語教えて。ビビアン一夫だ。本当にさ、黒髪ロングでさ、パッツンじゃないですか、ビビアンって。そのビジュアルめっちゃ好きなのよね。めっちゃ似合ってる。黒髪が似合うって本当にすごいと思う。アンニョン。10月9日の恋愛禁止条例公演、チケットなんとかでした。トータル5,003勝です。お、じゃあ5分の3ってこと、結構入れてる方なんじゃないですか。最近のチェールイップだ。こまおよ。なんか自信ないからさ、小声になっちゃうんだよね、韓国語読むとき。間違ってたらどうしようって。お時間とと2週終わった、ありがとう。私も黒髪パッツンロングだ。もうね、そのビジュアルがめっちゃ好きよ。多分黒髪ロングパッツンがさ好きで、それが似合ってる人がさらに好き。うん、今のビビアンの髪型好きだよ。のさ、本当にロング似合う。でも久々にボブも見たいっていう気持ちになる。いいえ、よく読みました、ありがとう。よかった。日本酒をおすすめして。日本酒飲んだことないかも。頑張ってください。頑張ります。福岡のコンサートと公演どっちに行こうか迷っちゃう。そうだね、どっちがいいんだろうね。
どっちも来てくれたら嬉しいけど、そういうわけにもいかないと思うから、自分と要相談で。はじめまして。髪の毛切るか待ってたけどやめとこうかな。うわー、でもさ、このぐらいも似合いそう。このぐらいですごく内巻きにしてふわって感じ、もう絶対似合う。絶対に似合うのよ。でも美咲ちゃん長い髪が似合うと、いや自分でも思う。絶対にねロングだよねっていうイメージ的に。黒髪ロングパッツ似合うのよ。うん、わかる。私はさ、結構パッツン似合わないタイプだから、結局前髪を伸ばしてるという。今またその髪見たいですって言われる時が多いから、ファイティンファイティン。早く日本に行きたいです。会いたい。あ、待ってます。待ってますって何なんだろう。キダリオはキダリオ、今から青髪のマッシュショートにしてくる。めっちゃ見たい。楽しみ。めっちゃ見たいって、あの明日見れるということでしょうか。3週タイミングにあんまち切りっぱなしボブより内巻きボブ。いや、絶対似合うよ。さきちゃん髪切るときに真似して切るかな。あー、でも最近ずっと伸ばしてるよ。みさきおんにいえっぽうよ。あー、こまよかぶさんだ。おんにって言われるのめっちゃ嬉しい。きだりよ。もちろん明日お披露目です。わー、楽しみ。あ、なんか出てる。すぐね、こう文字を打ってね調べがちなんですよ私。おにはお姉さんっていう意味です。年上のお姉さんのことを女の人が呼ぶ時に使うやつですね。だからおにって言われたら、あ、年下の子なんだなってわかるんです。それすごく便利な言葉でいいなって思います。ちょっすん、どういう意味なんだ。あ、サンリオのやつも嬉しい。ありがとう。可愛いからさ、癒しになる。 iPad で見ながら iPhone で足集めてくる。わー、天才。3週5時間とかに、ありがとう。年上ですが、美咲お兄と呼んでもいいですか。呼んでください。ブンバヤ無理です。エリーちゃん、エリーちゃんね、本当にね可愛くてね、最初からの紙面なんですよ。ドラフトの時にあのお家で撮ってるの動画あったじゃないですか、ドラフト生って。
なんか料理してて、あのお姉ちゃんみたいで、お姉ちゃんらしいんですよ。妹さんがいらっしゃるのかな、確かそう、それでお姉さんしてて、すごいちっちゃいのにお姉さんしてる姿が可愛くて、しかもさ、ほんとちっちゃかったじゃないですか。あのドラフトのちっちゃい僕といえばマリアちゃんとエリーちゃんなんですよ、私の中で。でね、もうね、どっちも可愛くてね、どっちも来てほしいって思ってた。どっちもさ、マリアちゃんはこっち来てくれたじゃん。で今同じチームでやっててさ、もう推しメンなわけエリーちゃんも来てたら、もうどっちも推しメンだったよ。女には姉の意味ですけど、最近男たちも冗談で言うの、可愛い男に。そうなの。そういうさ、あの母国語じゃないと分かんないこととかがさ、分からないじゃないですか、母国語じゃない、なんて言うんだろうね、あの雰囲気でさ、日本語とかもさ分かるっていうのあるじゃん。母国語だから理解できることとか、そういうのがさ、他の言葉が言葉になると分かんなくなるのがすごい悲しい。だからどの国の言葉も分かる、なんかあの頭にこうコンピューターっていう、なんだっけ、コンピューターじゃない、プログラミングみたいなされてたらいいのになって。2 years later と命の使い道、かっこよかったです。嬉しい、かっこよく頑張ってます。永遠の万年か、しばらくみたいなうちに大きくなったな、大きくなりました、21歳になりました。ホットケーキ焼いてたよね、ホットケーキ焼いてたか、可愛すぎる、焼いてるものも。配信はタブレット、いえ、SIM が入ってない、 SIM が入ってないであってんのかな、入ってない iPhone でやってます。ご飯食べましたか、まだです。ボアメリクリ読んでください。あ、歌いたいけどね、切られちゃう。でもすごく懐かしい思い出です、メリクリ。韓国の練習生の子たちがすごく引っ張ってくれて、やっとにね、頼りない日本の曲なのに、日本語曲なのにすごく頼りない、ね、私ですごく申し訳ない気持ちだったんですけど、すごくいいステージに作り上げてくれた編集生の方には感謝しかないです。エリーちゃんは AKB の今センターになってます。最近の、あの最新曲がセンターなんですよ、エリーちゃんはね、すごい素晴らしい今年何年目、今年9年目かな、9年目で、今年の11月で丸々9年いることになるのかな。スマホのに埋め込む、スマホじゃなくてこう言語を埋め込む。そうそう、韓国にも日本語の流行り語が多いから。あ、そうなのYouTube でもさっきのメリクリよく見てるよ嬉しい、ありがとう。セリフが見せ場3週50カウント終了、ありがとう。あ、時間見てなかった、25分になったからだね、ランキング読まないと。髪サラサラ、どこのトリートメント使ってますか。トリートメントはね、コンディショナーなのかな、トリートメントなのか分かんないけど、キュレルのやつ使ってます。キュレルのやつ、キュレル、確かキュレルで、シュッシュッシュッてするドライヤー前のミストを使ってます。あ、シナモン、これシナモンタワー、マナフィーさん、シナモンタワーありがとう。ずっと見る推しだって嬉しい。
上タンコーチカジュア、ご飯食べました、日本語では元気ですかくらいにね。パンもごそ、パンもごそよ여러분밥먹었어요あのそのプジの時も結構ずっと言われてました、こうやってパンもごそよって。26分なったんで、アカペラだったら大丈夫なの？本当？みんながコメントいっぱいくれるから嬉しい。次は超尿系、超尿系たしまんな。それはなんていう意味なんだろう。これだけ、これだけね。これだけ見たらランキングを読もう。夕方、なるほど、ちょき夕方っていう意味なのね。たしまん、そう、夕方また会いましょうっていうことか。13位、これはチュエールさん。12位、エルプリメルメロさん、エルプリメロさん。11位、ニシケンさん。10位ユウさん、9位ゆびまるさん、8位大事さん、7位ビションエリーゼさん、6位メンダコのしっぽさん、6だから5、5位ジョンボナハジャさん、4位ミヤトクさん、あ、変わっちゃったんだけど。3位マナフィーさん、2位ヒンヨさん、1位ソンアッパさん。ソンアッパ、あの入ってなかった方、コウヘイさん。あとは、あとは大丈夫かな、あ、ミユーちゃん、ありがとう、こまおよ、감사합니다 Thank you. ありがとう。あ、3位になった。嬉しい。ありがとうね。じゃあ、また夕方ね。ウリドリー、マニー、マニー、サランヘ。サランヘよ。ありがとう。サランヘな、ナジュンヘ、バ。ありがとう。たしまんなよ。うりみそだんまにまにさらへ。うりみそだんまにまにさらへ。みんな、ありがとう。大好き。ありがとうね、来てくれて。バイバイ。